スプーン入ってんかったスプーンが。あ、スプーン入ってないんだ。あるわ。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。さあちゃん、見てるくるぶしです。ももちゃん、ごめんごめんどう。大大大ということで、あなた3回目ですよ。さあ、もう今日は何やるんですか。はい、今日はですね、クルチョモ的にはですね、デキストリン系の動画になりますね。やりましょう。アナルに入れた。デキストリンが入ってるものでいい思いしたことないですからね。ないな。ないよね。ないな。今日のはですね、こちらです。ぴょー。じゃーん。限界突破系罰ゲーム。デスパウダー。限界突破。ダイ。ダイ。デキストリンパウダー系ですね。真ん中に骸骨が書いてあったり、危なそうな感じはするんだけど、辛いとかではなくて、うん、ケーキの100倍甘くなる粉とゴーヤの100倍激苦い味になる粉が入ってるらしいんですね。両方入ってるってこと？両方入って、一袋一袋。なるほど、はい、どっちも嫌やわーねえ。ケーキの100倍甘ってどういうことなのかな。砂糖だけもこう入れる感じかな。ねえ、グラニュー糖加工食品、デキストリン加工食品とかでありますけど、召し上がり方がですね、こー振りかけたり、水筒に溶かしてお召し上がりくださいということ。なるほど。はい。じゃあせっかくこの美味しい杏仁豆腐を台無しにするわけやない、今から。そうですね、ももちゃんにかけるわけですね。ちょっと他に10枚にしましたね。ごめんね。パッケージの上に、シャレの範疇を超えた究極の罰って書いてある。思った以上にやばいのかな。シャレになんないやで。鈴木さんならシャレになんない。シャレになんないよ、バリボーイ。すいませんね、鈴木さんにはね。じゃあちょっと揚げていきたいなと。はい、はい、あー、 A と B です。 A、 B ですね。はい、お皿に出してですね、前回使ったメープルカステラ、これにつけて、まあ、どんなもんになるのか食べていきたいなと思います。まーす。あ、もう見た目でわかったな、これな。あ、ほんと？え、なんで？ A の方がですね、若干下流気味で、うん、B はですね、もう粉粉してますね、完全に。ほうほう。じゃあこれをですね、ちょっとつけてちょんちょんするわけですね。いやー、これ結構きついな。 A、B っていく？じゃあ2人で一緒に、うん、A の方から。うわっ、まあまあつくで、ちゃんと。お、つきました。はい、じゃあ A の方からいただきたいと思います。実食。せーの。おいしい。シャレになんないよ。俺さ、うん、食ってからいつ食うのかな、いつ食うの、ね、俺、うん、普通においしい、うん、だなんかずっとおいしいけど、ずっとおいしいよ、うん、最初からデフォルトでつけててほしいわ。このままいってみていいですか、うん、やばいもん決めてるみたいな。なんか味がうまいね、普通、うん。甘いだけじゃなくて、うん、じゃあ次行ってみましょう、 B の方。きたくねえな、 B。 あ、うわっ、あ、ぬちまーす。そうやね、ぬちまーすやね、完全に。ちょもちゃん、それ揚げる前の唐揚げくらい粉ついたんですよ。せーの。まずっ。シャレになる。これはまずいわ。カステラの甘さでだいぶカバーしてくれてるけど、うん、そういうのじゃないのにつけたらえらいことになりそう。やばいね、うん、そのままいく。いきます。うん、
これに最適なコメントが見つからない俺。ごめんね。きつい。あ、それ行く？それ行く？え？ももちゃんにそんな。これ危ない。これ危ない。にかん。粉す唇に粉ついてますけど、うわー、どうすか。杏仁ってでも結構さ、あのシロップまで甘いじゃない。で結構大丈夫なの。あの9ヶ月ぐらい一緒にやってますけど初めて見たかもしれない。粉が多すぎて、うん、口の中に粉がいっぱい張り付いてる。いやー、うん、こらっかんわ。これさ、最後さ、あの水に溶かしてもいいって書いてあるんで。なるほど。2つとも、はい、ちょっと楽しみますか。ああ、ちょっと水に粉をね、2つとも入れて両方混ぜるってこと。両方混ぜます。究極にまずい飲み物できたよ。次回のクルチョモのあのイベントでドリンクで出しましょう。うわぁ、実食。いきます。痛みの先に新世界動き始める。体には良さそうな味が。一口に。うめさーん。はい、ということで今回はデスパウダーの紹介でした。ありがとうございます。交差して交差させてね。なるほどね。A はキスですからね。 B は何？ B は七文字ですね。